小さい頃からこう目指してた場所だったので、ワクワクもしてましたね。早く試合したいなっていう。はい、 My name is Shohei Ohtani。 そのままでも大丈夫なんじゃないかなって思ってたところはあったんですけど、まあそれをこうへし折られたというか、やっぱり自分よりも圧倒的にこうレベルの高い選手だったりとかっていうのが周りにいる中で、どうやればいいのかなっていうのが分からなくなったりするので、それをよりこう探すようにはなったかなと。まあピッチャーをやっててもバッターに生きることもありますし、僕ならこうするとかこういう組み立てをしてくるっていうのをまあちょっと考えながらできるのはかなりプラスじゃないかなと。ピッチャーの方がやっぱりより緊張するというか、試合をこう壊してしまう可能性もありますし、2イニング3イニング投げてみないとわからないところがあるので、来年打席で1年間こう通して感じたことを、まあ、再来年もしかして通して復帰するときに何か頻度にできることもあるんじゃないかなと。打者として同じところで出続ける難しさっていうのも実感できるんじゃないかなっていうのは思ってます。一番やっぱりメジャーリーグに行ってこうやるのと、イメージでやるのとでは全然違うなって思いました。移動時間が長いとか、まあ、日本よりも試合数も多いですし、さすがに東海岸とかに行ってしまうと3時間ぐらい時差があるので、なんとなく眠いかなとか体動かないかなって思うことはあるんですけど、まあ、起きるタイミングとかちょっとしんどかったりはしますけど、もう動き始めたりとかすればあんまり変わらないかなっていうのはあるかなと思います。アナハイムまで僕だったら行ける距離ではないので、まあ、日本の方は結構来てもらってたので嬉しいなと思います。それは応援してくれてる人にとってはやっぱり形に残るものがこう受賞することができたっていうのはすごい良かったかなと思ってます。ワールドシリーズでこうやっぱり野球したいなって思ったので、来年はそういうシーズンにできれば満足できるシーズンになるんじゃないかなと思ってます。それこそ1年結果を出したぐらいでは分かったようなことは言えないので、これから先の方がすごい大事なんじゃないかなと思ってます。ワールドシリーズ優勝。